です。岩城です。はい、中島力です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のビッグ文字工房は2人でね、そうですね。解説やらせていただいております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、第5ラウンドですね。はい。の模様の方をお届けします。それでは画面の切り替えお願いします。はい。さあビッグマジックオープン本戦レガシーのイベントの方、メインイベントの方の第5ラウンドの模様をお届けします。相原さん対伊藤さんということで、はい、まあどちらも伊藤さんの方はあれですね、あのグランプリとかトップ8経験のある、うん、まあ、プロプレイヤーといっても差し支えないぐらい成績、いい成績残している方ですね。強豪ということですね。そうですね。なるほど。その強豪がレガシーでどのデッキを使っているのかも注目のポイントですね。はい、基本的にはレガシーは主戦場で戦ってないと思いますので、まあ、自分で作ったかどなたかからシェアされたかちょっと分からないですけれども、まあ、プレイングとかに注目してみたいと思います。なるほど、わかりました。はい、まあ、タルキールでかなり強いカードと、ね、あとフェッチランドが入ったこと で、はい、また敷居が下がった形になりますので、やっぱり使い手のあるものが結構多く入ったと思いますので、かなり楽しみではありますね。そうですね。今後もガンガンそういったプロ級の人たちが資産の問題も関係なくレガシーやってくると、そうです、ね、非常に、まあ、活性化しますよね。そうですね。質が上がって、はい、ゲーム自体盛り上がっていくと思います。はい、まあ、来年に控えているグランプリ京都に向けて ね、はい、そういうのを期待したいところです。はい、このビッグマジックオープン終わればエタフェス、エタパと、そうですね、もうレガシー の、はい、あのイベント目白押しですからね。本当そうです。あの年内もプレイヤー眠らせない気持ちでやってますの です、ね、ずっとレガシーを主戦場にする方も、うん、そうでない方もかなり楽しめるイベントがずっと続くようなの で、ね、レガシー神決定戦の挑戦者決定戦とかはいつやるとかは、まあ、来月ですね、行う予定にはなっております。忙しいですね、やっぱり、ね、やっぱりもう目白押しですね。来年のもう本当グランプリ京都まではもう練習も兼ねてみたいなので、みんな出ると思いますので、かなり楽しめるんじゃないかなっていう、まあ、そういった試合だけをこういった、ね、ビデオカバレージなので提供していけると、そうですね、やはり あの、まあ、あんまりやってない人も見てこう勉強にもなりますし、やってる方もデッキがどういう流行りがあるのかなとか、こういうのが入ってるんだなって勉強にもなりますし、かなりいいと思いますね。もうなんか一つの財産みたいなところありますよね、こういうビデオ自体が、はい、ということで、皆さんにそのレガシーの真髄を味わっていただけたらと思います。はい、まあ、これ5回戦は折り返し地点ですけれども、ね、まあ、今 4-0 で走ってる、はい、お二人なのでかなりデッキも洗練されたものを使ってると思いますので、かなり期待はできます ね、はい、伊藤さんの方がキープで相原さんがマリガン、そうです、ね、かなり苦しそうな顔をされていましたが、そうです、ね、ここまで好調に来てたのなら、まあ、なおさらマリガンは嫌かとは思いますが、まあ、レガシーは1枚1枚がカード強いですから ね、 そうですね、パワー高すぎますから、はい、さあこれちらでも悩んでいる様子ですが、はい、キープされました。伊藤さん1ターン目は出ました、デスライトシャーマン、ね、アンダーグラウンド C からのデスライトシャーマンということはデスブレード、そうですね、デスブレード、はい、あるいは BUG、 あ、俗称などもいろいろ選択肢はありますが、す、ね、対する相原さんは島からポンダーで、ちょっとまだわからない、そうですね、感じになりますが、シャッフルですからちょっといまいちピリッとしない感じですね。しない感じでしょうね。ワンマリガンの上にシャッフルとなるとあんまり芳しくない感じなのかなもしれません。対する伊藤さんの1ターン目に出すクリーチャーとしてはもう満点のデスライトシャーマン、まあ、どちらもフェッチ使ってないのでマナ出るかどうかはちょっと不確定ではありますけれども、このターン次第ですけども、さあここでしばしセットランド前の熟考が入りますが、まあ、ちょっとまだポンダーだけだと何の相手だかもわからないですからね。さあこちらもポンダーを使用しました。仕掛けるべきなのか、それともフルタップを避けるべきなのかという、
まあ、伊藤さんの方フェッチも置いたので、まあ、マナはデスライトサーマンから出ますので、そうですね、まあ、このまんまターンを返すかそれともなんか展開するのかを決めれますので、ちょっとしばし考えてプレーするかと思います。とりあえずポンダーでプランを立ててからの、まあ、フェッチを切るということもありますから、ポンダーをどれを残すかという。そうですね。さあ、そのフェッチを意を決して切りました。ライフが19になります。さあ、これで持ってくるラウンドで大体、そうですね、デスブレードか DUG か。そうですね、デスブレードですかね。これはツンドラってことはデスブレードで確定と見ていいんじゃないでしょうか。そうですね、このまま石火事につながりそうな予感も。そうですね、しますが、ワンマリガンの相原さんは、あ、まあそうですね、シャッフルする前に、まあ、見せとけば、まあ、もう一回みたいな、ね、何もなければこのままやらせてほしいと。う、ね、まあ、こういう一手間の省略といいますか。そうですね、やっぱり時間をかけちゃうとやはり引き分けにもつながりますし、うん、そうですね、まあ、できるだけこういうなんかスムースにやるべきところはやっといた方がいいですね、うん、そうですね。さあ、バタースカルを持ってきて、まあ、盤石の、そうですね、これあの黄金パターンのうちの一つですね、はい。さあ、仕掛けたということは相原さんはできたコンボできたとしてもある程度対応できるハンドなのかもしれません。そうですね、カウンターの妨害なり何かあるんじゃないかな。さあ、相原さんは高層ビルボルカニックアイランドが見えますが、赤白フェッチが見えるのでおそらく奇跡ですかね。青赤フェッチが2枚に、デルバーですね、すみません、失礼しました。青赤デルバーですかね。UR デルバー、確かに先ほどぐるっと会場を見てもなかなか数がいた、そう言いましたね、はい、勢力ですが、まあ、即走とね、巡航というサルキール2大巨頭を手に入れて、かなり、まあ、あれですね、もう出てからいろんなところで猛威を振るってる感じのデッキではありますね。そうですね、これあれですね、火力がなかったので、そうですね、焼けなかったのちょっと、ちょっと痛いですね、このデッキからすると。44ライフリンクが出てくると、そうですね、かなりなかなかきつい展開にはなってしまいますね。さあ、伊藤さんはそれを受けて問題なくバタースカル着地できることと相なりましたが、さあ、追加のセットランドからターンを返しました。そしてアップキープに能力は誘発、ディダクシアンプルーブということで、これはもう UR デルバーと見て、そうですね、問題ないでしょう。そしてこのディダクションプルーブドロー前にスタックでバタースカル、トークンがやらしいですね。そうですねあ、反対にしました。おっといい感じのアピールだと思ったんですけど、まあ、これちょっと相原さんの方はちょっと厳しいですね、こうなると。厳しいですね。さあ、ディダクションプルーブ見えたのはシャーマン、ピアス、ブレスト、ピアスですね。そしてフォルテッドデルタということで、かなり盤石な感じ。盤石ですね。先にライフを落とし込むことには成功しますが、すぐにここで4点ゲインされてしまうことでしょう。伊藤さん、デスライトシャーマンをエンドに起動するかと思ったんですけど、せずにそのままターンが、ランドがまだ落ちてないんですよね、今実は。フェッチを相原さんもまあうまくこうコントロールしてて、ランドを出してなかったので今、おお、2枚目、おお、これには放送ビル合わせますが、まあ、こうやってソーサーリーインサートが溜まっていくと、デスライトシャーマンが、そうですね、さらにビームを打つ準備をしていく感じですけども、
さあこれは通りましたということで、しかし打ち消された上で、しかしライフは20点に戻っているという。そうですね、これはちょっと厳しいですね。そうですね、UR デルバーだとちょっとあのバタースカルに対する対策カードがメインはあんまり入ってない可能性が高いので、そうですね、火力を合わせて打つかっていう形になると、まあまあ、まあ、塗料ですね、塗料ですね、もうちょっとメインだとちょっと勝ち目はないかなというのが正直なところですね。本人も苦笑されている感じですが逆にサイド後にどういったカードで対策するかというところが気になります。そうですね、まあ、アーティファクト破壊を何枚か入れてっていう形を取るんじゃないかと思うんですが、粉々なんかがやっぱ相性がいいんですかね。そうですね、気がつけば粉々もコモンとは思えないのに。そうですね、やはりやっぱり今日本だと人気のあるカードはもうコモンだろうが、コモンだろうがやはりこう需要と供給がちょっと釣り合ってないと言いますか。そうですね、うん、やはり推し供給が少なくなってるせいか、需要が多くてやっぱりそれによって値段が上がってる状態ではありますね。そうですね、さあ中近さんにお越しいただいておりますが、はい、このマッチアップ自体どうでしょうね。 UR デルバー対デスブレード、まあ、1戦目みたいにやはりあのそのままバタスカルが着地したらもうかなり伊藤さんの有利なんですけれども、まあそうですね、その石火事 に稲妻などそうです、ね、合わせられるともう全然相原さんの方がかなり勝利に近づくんじゃないかなと確かに思います。まあそうですね、本当に石火事の攻防でどうなるかがかなり左右するマッチアップではないかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。さあ現在お二人はサイドボーディングを行っているところですが、あ、非氷で寝かせるってもあるんですね。はいはい、ファイアアイスで。いや、ついにマングースが抜けてこの青赤2色になるかというデッキですが。そうですね、しかし会場を見てると上位卓には純粋なそうですね、RUG デルバーが、はい、思ったよりも普通にマングースが入った、まあ、よく言えばオールドスタイル、そうですね、悪く言えばそのままの以前の形のまま出てる方が多い気はしますね。まあ、古いデッキであってもメタゲームをしっかり読んだサイドボーディングがあれば勝ち抜けるという例でしょうか。はい、さ今もあの相原さんの右手側に映ってる市川さん、市川さんもあのマングス入りですけれども、はい、やはり、まあ、サイドに結構炎、ね、炎渦立つわけではない、ごめんなさい、あの、サルファリックボルテックス用の渦が入ってた。そうですね、もうなんか対策はバッチリみたいな感じではあるので、実際 VS 奇跡でもマングースが冴えまくっての勝利だったので今やっぱり一周回ってってやつではないですけれども、ね、かなり強くなったのではないかなっていうのもありますね。メタゲームがマングースを育てたっていう感じですか ね。確かにこの UR デルバーを相手にしても除去できない三三になったりするから、そうですね、やっぱりあの墓地を対策するデッキがあまり先ほどの奇跡のベストインピースとかそういうのではない限りあんまり触らない形になってるのかもしれないですし、確かに、なるほど、一応あの宝物の巡航があるので、はい、まあ、それに対する対策は取ってるけれどもっていう形ではあると思うんですよね。なるほど、なるほど、やはりちょっとタルキールのカードがやっぱり目立ちすぎちゃってる感じはありますね。うん、その目立ちまくってる宝物の巡航をガン積みしてるであろう相原さんのデッキ、そうですね、総員の即走なんかも、まあ、ライブで姿を見た感じもしますね。はい、そうですね、パンプしまくって殴る瞬間とかが見れれば面白いかなと思います。対する伊藤さんはもうとにかく石火事を通して、そうですね、あの石火事が通りつつもう守りつつ、そうですね、バタスカルが着地すれば、まあ、それだけでも圧倒できる。先ほど1戦目みたいにもう途中で投了も余儀なくされてしまうぐらい強いカードではありますね。
登場以来一生こう守り続けてますよね、地位を。そうですね、スカダンと石川のコンビネーションは、はい、もう森勝弘さんも言ってましたけど、ただ強いと。ただ強い。ただ強い。いやもうあの人がいると説得力が増しますね、森勝さん。デッキ自体が森勝弘さんもデッキデスブレードかなんかだと思うんですけれども、まあ、やはりただ強いと言ってましたね。でしょうね、はい、さあそんな森勝さんなどの強豪プレイヤーも、ね、参加しているこのビッグマジックオープンレガシーですが、トップ8、どのようなデッキ、どのようなプレイヤーが顔を連ねるのか、今から非常に楽しみであります。もうここ折り返しですからね、ここ勝つ、勝たないでかなり変わってくると思いますので。まあ、体力的な面でも、ここで負けてしまうとガクッと疲れが来ちゃうというのもあると思います。はい、さあここで伊藤さんがワンマリガン、相原さんはキープの模様です。手札には速走が見えてますね。はい、いやまああれですね、この青赤出れば、あ青赤の速走とのデッキは基本的に先手取るとかなりの速さでミートしていくので、そうですね、ここはまあ何としても取りたいところではありますね。しかも速走が2枚見えている状態なので、はい、2ターン目にギタクシャンブループ、プループ構えて絡めてドンと、そうですね、一気にダメージ当たる可能性は全然ありますね。ちょっと RUG デルバーとは違うんですよね、デッキのアプローチの仕方が。そうですね、かなり削っていく方向に特化しているというか、はい、テンポデッキというよりはもう本当にビート、うん、そうですね、バーンみたいなよりのデッキではありますね。ドローが入ったバーンといった感じの。そうですね、思えば1マナの赤のクイちゃんも強くなりましたね、本当に。そうですね、ちょっとこれだけ強いと怖いぐらいですけど、はい、やっぱり僕らなんかジャッカルの子とか見て育ってるわけですから。そうですね、それから比べると涙流しますよ、ジャッカルの子のこんなんじゃ今のジャッカルの子なんかパンプしますからね。そうですね、あそうですね、さすがスパイアドリンクは強くなりましたね。クリーチャーは本当に年々強くなっていて、スペルが年々弱くなってはいるんですけれども、それは顕著な感じはしますけども、そうですね、ただ今回の宝船の巡航はそれに比べてみたいな、ね、もうちょっと異常なレベルの強さ、はい、可能性が非常に高い。さあ相原さんは1ターン目速走という理想的なスタートで伊藤さんのライフを削ります。ここで伊藤さん悩んでいますが、これは、まあ、1ターン目にどう動くかって形でしょうね。やっぱり動き的にパスではないですね、ソプロを打ちたいでしょうし、うね、かといって展開しないとどうしようもないしなみたいなのを考え、打つかとかそういうところもありそうですね。さあ置いたのはスクラブランド、そこからさあソードプロスというプロシャーを打ち込んで、まあ、ダメージをできるだけ最小限に抑える動きを取ろうという形ではありますね。そうですね。さあそしてここはディタクシアンプルーブを絡めた速走で手札を確認。ただ手札いいですね。ソープロ、デスライトシャーマンですかね。デスライトシャーマン、ブレインストーム、シコロコイ。シコロコイ。まあ全然すごい軽いところを全部引いてる感じですね。そうですね。確かにこれだと1ターン目の選択肢かなり多かったので。迷われるのも、まあ、迷ってじゃあ、まあ、ダメージが一番いかない形にしようと、はい、なるほど、まあ、ここは2点のダメージを刻んで相原さんもターンを終了しました。さあここで伊藤さんは思考が来い。さあ見えるのが巡航が3枚まあ巡航ですよね、ここは。そうですね、お互いさすがにこれには笑みがこぼれるという感じですが、はい、逆に言うとこれ巡航1枚目は打てるけど2枚目はちょっとそうですね、無理そうではありますね。でさらに言うと今だとまだ打ってないんですよね、これまだ3枚しか落ちてないですからね。ちょっと落ち着いてデスライトサーマンになっちゃいましたね。そうですね、もしも
もしもこれで手札が結構あの軽く動けるものだったらソープロ構えてエンドっていう形になってたかもしれないですけど、これ見たら、まあ、ちょっと落ち着きますよね、まあ、デスライトで削りつつみたいな、相手のライブラリあの墓地削るとその分打てなくなりますからね。そうですね、ナチュラルに対策しているようなカードという形に、はい、相原さんとしてはここで稲妻をトップしたりしてなんとか、そうですね、打てるとかなり楽な動きになりそうではありますね。さあどうでしょう、お手札はバレているので。そうですね、もう隠す必要はおそらく、お、硫黄の渦、なるほど、まあ、そうですね、これだとバタースカル対策にもなってますし、そうですね、はい、まあ、先にダメージ与えるのはこちらっていうのが分かってますから、クロックとしても優秀なので、はい、さあ今お互いのライフを計算してデスライトシャーマンでどれだけ自分のライフを削れるかとかそういうところも、そうですね、数えておられるのでしょう。さあここで満を持してのサルファリックボルテクスは通りまして、さあ即走が2点のダメージを刻み込み、かなりこれトップ大きいですね。そうですね、デスライトシャーマンもこれで回復はできないので、まあ、ダメージとして使うか、まあ、マーナーを使ってっていう形になると思うんですけれども、ね、さあここの打開策を伊藤さんは探しに行きますが、まあ、ソープロは1枚手札に、そうですね、あるので、まあクロックが、そうですね、まあ、落ちてっていう形ではあるんですけれども、かといって、まあ、相原さんのデッキもうクリーチャー少ないわけないですからね。そうですね、このデッキデルバーなりパイプマスターなりが潜んでいるはずですが、はい、このソープロでも除去できないボルテクスはクロックとしては非常に、そうですね、優秀ですね、かなり対策も兼ねているので、かなり張られただけでもかなりきついんじゃないでしょうかね。いや、いいトップでしたね。巡航巡航巡航の時はちょっともうこれは目も当てられないかという形になりそうではあったんですけど、かなりこれで、うん、伊藤さんもプランがかなり崩れたというか、そうですね、動きも、うん、どうしようかという瞬中する動きが多い感じになりました、ね、さあここは墓地のカードをリムーブしてマナーを出し、シャーマンを場に増やしました。そしてさらにソープロで即走を除去して、さあこれでターンエンドですね。まあ、そして規則的に言うとあの2対4にはなったので、今の時点では、そうですね、残りライフでは相原さん勝ってますけども、そうですね、しかしここから4点ずつ、そうですね、食らってしまうというか、これあ何もできないと結構デスレスシャーマンで、うーん、どんどんこれであの黒マナの効果で一気に削っていく形を取られるとちょっと厳しいですね、はい、しかも手札の巡航2枚が完全に鎖、そうですね、札になってしまうので、はい、ちょっと厳しいですね。これ買ったはいいが、ちょっと伊藤さんの方のソープロもう一発が効いちゃいましたね。そうですね、まあ、2枚持たれてるのは仕方がないとはいえ、そうですね、さあその伊藤さんここからもうシャーマンで相原さんの本体を焼きつつ、そうですね、もうしかもボルテックスのカゴも受けているという、毎ターン2点受ける伊藤さんと6点受けることになる相原さん、ダメージレフスの差は顕著でありますが、さあ伊藤さん2点のダメージを受けまして、残りライフがここで8ですね。相原さんの方は、まあ、まだわからない手札1枚と何かを合わせて伊藤さんのライフを8点削る必要が、そうですね、ちょっとちょっと重たい、そうですね、3枚のうち2枚が巡航って分かっちゃってますからね、分かってますからね、しかもその巡航が打てればいいんですけど、そうですね、打てないと来てるものだから、さあ伊
藤さんは今はもうシャーマンはクロックとして、もう伊藤さん的に言うともうライフどうするかっていう自分のライフの運用だけで、あとはもう微妙にこうシギレイのシャーマンで削っていけばいいっていうのもあるので、ちょっとオートメーションな感じのプレイングになってくるかと、はい、すごいの見えましたよ。だけど相原さんすごいの引いてました。何見えました？これあれですね、プライスオブプログレス引いてますね。これはちょっとすごいのじゃないですか。これはおお叩きつけて、これすごいトップですね。これいや、これはこれはえぐいんじゃないですか。そうですね、もうこれ6点は確定ですよね。そうですね、これ伊藤さんのハンドがどうやってもサルファーボルテックス触れないと負けですね、これだと。そうですね、フェッチを切ってダメージを減らしたところでライフは 1残りです。残りが1になります。そしてボルテックスがターン返ってくると、そうですね、なのでしかも基本土地はない感じですか、このシャッフルのショーだと。切るだけ切って、そうですね、これだと6点くらって10、あ、相原さん 2残りますかね、10から4点くらって10になって8、あ、これ残らないですね。実はシャーマンの4点を受けて4、次のアップキープボルテックス誘発でシャーマン起動で4点。そうですね、こうなるとシャーマンの、そうですね、アイナさんの今8の状態ですよ、ね、6、 そこから6ですね、6ですか、6の状態からシャーマンの一撃を食らって、はい、そうですね、そうですね、投了2点残っちゃう形になっちゃいましたね。いや結構すごいの、ごっつの引いちゃいましたね。すごかったです今の、はい、結構もう間に合わないと思ったんですけれども、一発逆転でしたね、カードが。いやいや、醍醐味を見た感じはしますね。そうですね、まあ、まあ対策カードをやっぱり入れたんだと思うんですけれども、かなり2枚ともどっちもかなり劇的に効く感じの、そうですね、さあ分からなくなったぞと。まあ、先手だったっていうのもあるので、相原さんがこれ逆に後手を取ったときにどうなるかと、そうですね、回れるかどうかっていうのはありますね。まあ、ボルテックスがやっぱり先手向きのカードでは絶対にあるので、はい、全部伊藤さんに展開された後に貼ってもちょっと意味のないものになってしまうので。そして伊藤さんは先手ということは先手2ターン目に、まあ、切れ気味の石火事、そうですね、もうできるだけキャストすることが可能です。切れ石火事の選択肢もあります。はい、まあ、シギレイからハンデスからみたいな、もう結構王道パターン。そうですね、1戦目みたいな回りするともう本当にちょっと手も足も出ないうちに終わっちゃいますよね。まあ、ボルテックスでライフ限界できないといったところで 4-4 クロックには変わりないので、そうですね、ただちょっとあれでしたね、伊藤さん あのフェッチの動きを見ると本当にプライスがかなり効きそうな感じですね。強烈な一撃となる可能性が、そうですね、ちょっとこれを見てやはりラウンドあまり並べすぎちゃうとハマって死んじゃうっていうのも念頭に入れないとならないので、バタースカル素出しした回心10点とかなっちゃうと出ないですからね、それだと。さあ、いやもうこれ相原さんアドレナリン出まくってるって感じしよし来たみたいな感じでズバンズバン、かなり気持ちいい勝ち方ですからね今の。あそこでなんかディッチャ系があったらもう完全に負け、そうですね、負け目だったので、負け目だったので
ただあれですね、伊藤さんの方デッキ的にディッチャを入れたくないデッキではあるので、対戦相手的にもうあれしかないですから ね、ピンズドでちょっと張り入れたくないなっていうのはありますね。これが黒ミド青みたいな感じのデッキだとやっぱりチャームとかそうですね、いろいろもうディケイとかね、ディケイで全然大丈夫なんですけれども、ちょっと色的にそうですね、融通の効かないディッチャー系になっちゃうので、はい、これは割り切ってカウンターするなり何なりで対処するのかという、そうですね、対処するんじゃないでしょうかね、うん、さあ、お互いにあまりがないようですね。これは、お、ポップが見えましたね、デルバーポップ、はい、相原さん、いいハンドに見えますね。そうですね、こう相原さんの方はかなりいいハンドですね、これは。スタート良さそうですね、これだったら。伊藤さんの方が、ま、逆に先ほどと違ってハンデスも打ってなければシギレも、そうですね、シギレも出してないっていう、ちょっとさ、しかし2ターン目にキレイシカジですかね、これは。そうですね、まあそれが、まあ、一番これが分かりやすく勝てる可能性が高いの で、早いターンで決着がつく可能性が非常に高い、ね、さあ相原さんの方はこの返しのデルバーに何としても変身してほしいところ。そうですね、変身しつつ何か、お、じって渡すからじゃなかったですね。となると逆に言うと本当に石舵が焼かれちゃうと結構きついパターン。そうですね、まあ一応バーには出せるんですが、クリーチャーをちゃんと用意できるかというところですね。そうですね、さあ果たしてバタースカラーもしかしたらハンドにすでに入っているのでしょうか。可能性ありますね、大いにあると思いますが、はい、さあここのデルバーは変身、宝船の巡航めくっての変身です。打てないけれども、まあ、まあ強いことは最低限の動きをした感じですね仕事は果たしたという感じ。ちょっとただ伊藤さん1ターン目にシギレイのシャーマン出さなかったので、はい、クリーチャー自体はあんまりいない可能性があって、なるほど、となるとちょっと焼かれちゃうとちょっときついかもしれないですね。その焼きカードがあるかちゃんと、そうですね、ハンデスでハンドに入ってるかどうか。相原さんは少々実行しますが、ここはポンダーでおそらく稲妻を探しに行くものかと思われます。さあ手札とにらめっこをした上でプレイヤーを出します。これ欲しいものが1枚しかないときのポンダーなんかね。そうですね、難しいですよね、やっぱり、ね、あといらないんだけどな、だけど、あ、お、入ってましたね、稲妻が。あら、あれ打たない、どうしたんですかね。あれバタースカルがいないという読みなのでしょうか、それとも何か、もしかするとアーティファクト破壊系引いてるんですかね。ちょっと、なるほど、わかんないんですけど、引いてるとしたら打たないのも全然ありではあるんですけれども、そうですね、さあ少々予想外の動きとなりましたが、ね、ちょっとあれですよね、これだったらこのターンに入れた意味とかもありますからね。そうですね、伊藤さんは少し楽になったんじゃないかなという感じも。さあアップキープに、江原さんのアップキープに、はあ、石舵が起動され実手が着地しました。さあそしてデルバーでアタック、バタースカルはないという読みが当たったのでしょうか。そうですね、まあ手札にもなかったっぽいので、さあ出ました、パイロマンサーを
有効活用した上での満を持しての稲妻です。できるだけアドバンテージ取りたかったってことなんですかね。ちょっとそうですかね。そうですね。ちょっとバタスカル出されたらと思うとちょっと怖い気がするんですけど、ね、ハラハラするシーンではありましたが、あーカウンターされちゃいましたね。あスペルピアスが刺さったところで、これちょっと相原さん的に厳しいですね。これだとよろしくない感じはしますが、ここは伊藤さんは実況装備してアタックに行って、とりあえずパイロマンサーを除去するという流れでしょうか。そうですね。ちょっとこれはちょっと厳しい気がしますね。これで縦横無尽にやられてしまうので。そうですね、はい、やはり先ほどのターンに稲妻を。そうですね、できるだけやっぱりもうあのアドバンテージではなくもうテンポで勝負なのであれば、ちょっと打った方が良かったかもしれないですね。そうですね、まあ、結果論にはなってしまいますが。そうですね、これは伊藤さんのスペルピアスがまた強さが光ったという感じは。そうですね、かなりでかかったですね。逆にきっとカウンターを予想してなかった可能性がありますね。そうですね、あのまあ、デスブレードそこまでカウンター入ってるかっていうと少ない方では、そう、はい、ありますし、さらにまあ、VS バーンでどれだけカウンターを残すかというところという話ですからね、はい、まあ、ウィルとか入ってたとしたら抜いてるはずですし、まあすね、あんまりやっぱりカウンター警戒せずにっていうのはかなりあるとは思いますね。相原さん、おそらく予想を覆されたというか。そうですね、ちょっと思ったよりも相手の手札の状況が良かったというか。伊藤さん、ここはスムーズにつけてアタックに行ける場面です。実手が機能しだすと、さあ今装備をしてアタック、そこでは相原さんスルーですかね。まあそうですね、こうなると攻めて打ち取るという。まあ、結構これもうあれですからね。そうですね、打ち取ってしまうとデルバーが除去されてしまうんですよね。そうですね、もう結構これはブロックして前にソープロですか。テイクって言った時にソープロ打ったんですかね。まあ、あどっちみちきつい展開になっちゃいましたね。これで相原さんは、ね、ここで伊藤さんもこの街で腐りがちな不毛の大地が綺麗に打ち込まれ、ね、簡単に2個ある状態なので、これあれですね、あのクリチャを殺されるのを嫌ってカウンターは今のターンはどけないっていう形です ね。うん、まあ、久々にこうやって映像で実態が活躍しているところを見ているような気もしますがここは相原さん、まあ、悩んでも仕方ないのでアタックに行く場面だとは思います。ハンドにポップが見えているので。そうですね、結構がっつり食らっちゃう可能性あるので。今伊藤さんライフ9ですね。これでこれでアタックを受けて9になりました、はい、ポップを打てば6までは、3までは減少しますが、しかし実手があるという状況で、さあ場に出したのはパイロマンサー。逆にこのパイロマンサーを除去するのにトークンのカウンターを使ってほしいというところですね。そうですね。そして石火事アタックをしカウンターが2つその上に乗れます。3つ乗りましたね。これ、まあ、伊藤さん的に言うともうあとはゆっくりやればっていうイメージなので、積まないようにやればと。そうですね、やはり先ほど見てるプライスオブプログレスありますので、まあ、できるだけカウンターは温存して温存してライフ回復にも使えるぞみたいな形にしとこうっていう気ではいるとは思いますね。これだけのカウンターが乗るとなかなか火力1枚では。そうですね、ちょっと厳しいと思いますね。さあやはりあの稲妻が
明暗を分けたのかという、そうですね、ちょっと聞いちゃいましたね、あれが、あれが響いた感じはしますが、はい、しかし相原さんも順行をそろそろ打ったりできる残念ですが、もう石数ダメージ除去できないですよね、はいはい、こうなっちゃうと。このラウンドから敵順はランダムに変わっています。上位が若いバックボールはないのでご注意ください。リンガリングソウルが追加され、また敵順が行くとあなたの対応になりませんので、このラウンドのさあ2マナでコップを叩きつけました。このポップに対して伊藤さんはフェッチランド起動して、まあそのままですね、探さず、そしてライフをゲインして、その上でこのポップを受けるという感じでしょうか。そうですね、これで伊藤さん4なので、そして相原さん巡行をカストし3枚ドロー、なんとも難しい。そうですね、まあ、ただ伊藤さんのあの実手に対してのカードが出てないので、はい、このまま実手無双の、そうですね、可能性がかなり、まあ、3枚引いたので一気になんかできる可能性はあるんですけど、あ、すごいですね、相原さん引きましたね、ポップが見えましたね。そうですね、かなりでかいですねこれは。さあここで石川のアタック、カウンターを貯めた上での出ましたね、トゥルーネームネメシス、はい、さあしかしポップが見えているので、まあ、カウンターは3つですかね、4つか先ほど4つですね、ということは8点ゲインできるということで、そうですね、ポップ打たれても、まあ、まだなんとかなるかなみたいな。さあブレインストーム、ポップが2発あればライフ削り切れるという。そうですね、しかしそうも簡単にはいかないかなというところ。そうですね、ちょっと場がもう固まっちゃってるので、もう本当に実手をどうするかっていうところだけになってしまうので、相原さんの方はこのリンガリングソロも絶妙な、そうですね、まあ、かなりいい引きでしたね。そうですね、相原さんも本当は殴りたいところですけれども、全然リンガリングのおかげで全然殴れない状態になっているので、手厳しい状況にはなっていると思います。実手が本当に暴れ回って、そうですね、速走と盤面には追加されましたが、しかし帰宅シアンプルーブで自らの土地とトゥルーネームネメシスですね、2枚目ですね。いやもうネメシスが登場してから1年経つわけですけども、はい、強いですね。あれも化け物でした。
この化け物が地上をガッチンと食い止めて、攻めては石火事に任せ、そうですね、地上と上空はネメシスとスピリットトークンで抑えているという伊藤さん、さあポップという必殺の火力はありますが、ここはネメシスに実手を持ち替えて、さあアタックで3点ダメージを与え、カウンターこれで6個ですか。かなりかなりライフは一気にある状態にはなりましたが、これ思ったよりも悩ましいところではありますね。あ、ライフ回復しましたね。今のうちに回復しておくと。さあ2個使ったんですかね、ライフ。ああ、これは来ました。粉々がようやく、かなりすごいですね。これこれは予想外の、そうですね、タイミングで飛び出してきました。やっぱりあったかという粉々が。そうですね、これはライフをこれは、ね、これ回復したとしても、そうですよね、ポップと速走がかなり強いアタックになってしまうので、実は回復分ぐらいを速走がチャラにしてしまう可能性はありますね。かといって速走スタックで除去しようと思っても、タブレス2がね、そうですね、もう残念ながらスペル打ってしまったので、もう無理ですね、そこは。8点ゲインして、8点ゲインで iPhone14 とした上で3点をダメージを受けて、ライフ11並ぶ状況で、速走が強い。これすごいですね、もうかなりイケイケな感じは。そうですね、かなり伊藤さんの方は厳しい感じにはなってしまいましたね。おそらく相原さんはもう速走でアタックに行った上での、そうですね、ベルバンは行きますね。まあ、相手もあんまり、伊藤さんの方も通すとどうなるかっていうのが結構、そうですね、先ほどのポップが脳裏にこびりついている可能性はあるので、さあデルバーをトークン2体で仕留めに来ました。これでブロックが決定ですか。いや、まだ石火事をチャンプに回しましたね。さあこのチャンプに回って石火事を回した上で、ソープロを打ち、盤面がサラチに近い状態に、そうですね、戻りました。いやー、これは予想外の、そうですね、これでちょっと伊藤さんの方はトゥルネメネメシス殴れないんじゃないのかな。なんか手札がなんかないと、逆に言うと相原さんもフライングの方がなくなってしまったので、はい、そうですね、これあれですね、伊藤さんネメシス2枚目は見えてますよね。ああ、いや、これ思わず中近さんも見入ってしまう難しい場面ですよね。はい、伊藤さんの墓地に、はい、あのリングリングがあるので、ああ、なるほど、確かに忘れていましたが、そう、フラッシュバックで打ちつつ、あのトゥルネームでこうビートしとくと、実際、まあ、ライフレースはかなり、なるほど、
あれですね、伊藤さんの方と、まあ、五分五分ぐらいかなとは思うんですが。なるほど。さあ、そのプラン通りのリンガリンソールフラッシュバック。ただ、これ、あ、別です、ゼットゼットシャーマンですね。これだとまあ良さそうには見えるんですが、実際相原さんのハンドの状況的にポップがあるんですよね。そうですね、あるのでちょっとなんともわからない。そうですね、ちょっと相原さんのハンドがそれ以外が何があるか次第になってしまいましたね。ちょっとそれにしてもリンガリング強い。あ、さあ延長ターン、延長ターン、おー、確かに長期戦にはなっています。そうですね、より時間かかっちゃった感じではありますね。今延長ターン1が終わったところですね。これで2ターン目。はい、お互い分けたくはないですからね。そうですね、ちょっと分けると結構あの後に響く分け方になります、ね、そうですね、デルバーで、アワカデルバーの方もこっちのデスブレードの方もやっぱりラス系のデッキはちょっと嫌だなっていうのはあるので、まあ引き分け、そうですね、引き分けるとまあその奇跡コンとかがいる可能性もかなり高くなるので、引き分けゾーンに突入しちゃうということで、はい、さあそれを避けるために相原さんのライフを伊藤さんは削っていかないと。いや、かなりあれですね、お、これネメシス2枚で、ネメシス2枚出てるので、はい、次のターンなんとかしないと決着となります。しかもこのフモール大地がポップでかいですね。でかいですね。でかいですね。ポップのダメージを4に減らしました。かなりかなりこれでかい。ここでポップが2枚あればまくれるみたいな雰囲気でもあったんですけども、ね、こうなるとあってもまくれないという。そうですね。まあちょっと手札さっき見えたんですけど、稲妻灰があったので。はい、おー、じゃあここでポップを引けば、まあ、なんとかなるかなっていう。なるほど、ブライソンプログレスか否か。さあドロー操作ですね。おお、巡航、ここで来るか。巡航でかい、でかすぎる。さあ今は探査コストを明らかにした上で、いやこれは熱いですね。これだけ引けるとわからないですよ。ブレスト、稲妻、あと赤いカードありましたね。なんかそうですね、パイロマンサーだと思いますが、さあここはブレストでさらに掘っていくスタイルでしょう。これはないか、なかったため、エラさん、あ、投了となりました。さあ延長ターンまでもつれ込んだこの第5ラウンドですが、いやーこれ結構熱い試合でしたね。熱い試合でしたね、うん、胃が痛くなるタイプのキリキリとした攻防でしたが、最後伊藤さんのあのあれですね、ウエストランドもいいところで引いてるし、ね、みたいな形ではありますね。いいことでしたね、はい、ということでこのラウンドは相原さんの、UR デルバー対伊藤さんのデスブレード、デスブレードの伊藤さんが 2-1 で勝利となっております。はい、いやちょっと長丁場でしたけども、はい、面白かったですね。面白かったですね、見てていいですね。僕らも一観客になって、そうですね、おー、見ちゃいましたね。見ちゃいましたね、はい、まあ、UR デルバーというデッキが活躍するシーンをお届けで、ね、やはりあの宝くじの順行、今もワンチャンスどこか引ければっていう感じにもなってましたから ね、 いや非常に面白い旋風を巻き起こしているデッキだと、ね、思いました。まあ、勝利したデスブレードもやはりポテンシャルが高いというふうに改めて強いですね、はい、やっぱりカードパワーが強いんで、やはり出していくうちにどんどんアドバンテージ取ってっていう形にはなってましたね。いつの間にかかってるという感じ。そうですね、なるほど、この第5ラウンド激戦の模様をお届けしましたが、勝利者のデスブレードということ で、 そ、 うです。それでは次の第6ラウンドでまたお会いしましょう。はい、中島さんとお届けしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。